風が気持ちいい。福島、多分初めてなので、そうですね、多分美味しいものもいっぱいあるんだろうなと思うし、降り立った瞬間風がやっぱりすごく心地よくって、どんなところなんだろうなって、なんかすごく、今興味津々な状態です。すごい、お刺身定食、煮魚定食、焼き魚定食、やっぱりこれかな、伊勢海老天丼、名物らしい。はい、お待たせしました。これが伊勢海老の天丼になります。すごい、これで丸々一匹分です。美味しそう。いただきます。やばこれがね、味噌なんですけど、この今のこの身をちょっとつけてもらって食べると、またちょっとコクが出て美味しくなります。違うでしょ。やば。このオレンジのが打ち粉って言って、これもまた珍味なんです。
また違うんですよね。濃厚、美味しい。この伊勢海老もこの辺で前は取れてなかったんですよ。え、そうなんですか。はい、この最近本当にここ 3,4 年ぐらい、なんかせっかくこんなにいっぱい上がるようになったから、なんかできないかなと思って、で、あ、天丼だと思って。ありがとうございます。こんな美味しいものを作っていただいて。ど真ん中っていうか海の真上に来ました。すごい、町の方もすごい綺麗。へー、何度も深呼吸したくなりますね。見てられる海ですね。美しい。本当に、初めて来たので、今までなんかこう映像だったりとか写真だったりとかでしか見たことなかったんですけど、なんか実際来てみると景色が綺麗で、ご飯が美味しくって、で本当に人が温かいというか、ご飯食べながらもこういろんなお話を聞きながら食べたりしたのがすごく楽しかったですし、本当にすごくいい場所だなと思いました。行きたいです本当にもうなんかもう何人かあの天丼を食べさせたい人がいて友達だったり家族だったりで、本当にこの綺麗な景色も見せたい人が今いっぱい浮かびますね。なので